キスティングアイム、これも確定。さあ位置をうまい合いに離していきましたが、ファイルバンカー立ち合いにないからスピアちょっと当たりません。足元ヒット、さあ分からなくなってきましたですよね。あの状況狙うはやはりブリッジでございます。おっとこのまま行くかどうなるか、 2K でしたね。足払いであれば当たっていたかもしれませんが、勝ったのはモガスレイヤーでしたね。遅かったですね本当に。君はメンタルに左右されすぎる。Here comes the daredevil. Who dares to enter the mayhem? Royal sword.さあ、B1 台いきまーす。B1 台はロースレイヤーチーム。あ、嘘、あ、嘘ではない、本当ロースレイヤーチーム対、テルルチーム B1 台です。さあ、予算の回ですね。テイクスタンエッジの固めを、池田選手すげえ強かったんですけどね、最初に使っていたのを見たのは、この予算の回です。大森がやってる方なんですか。あ、本当になんかすごい頭いいなと思って、すごい強かったですよね。この後やっぱ、アイン先生が、もう、その試合を見てからガリガリ使うようになったのを見て、なるほどなと思いました。だけど、いやー本当に S スタンマジ強かったですからね。S スタンといえば俺みたいな感じでなんか言ってましたけど、おお、やっぱなんかネタがねすごいんですよね。それって見ると俺結構いろんなプレイヤー見てるんで、特殊な動きする人はちょっとマークしてね、すごい人みたいな。しかし、キンエスから追い返されて、ジャンパイスラー。さあ、端に背負ってしまったが、グリフィドセバーが流れるように飛んできて、勝利は了解となります。そう思います。予算が勝利ですね。いやー、けど、今日はね、本来出るつもりなかったっぽいんですけども、リーネコさんが声かけてくれたんでね、こうやって手伝いの中に初中級の方がいると出やすくなっていいみたいですね。私は勝ったのだろうか。さてと、 A バンダイはどっこ行こっかな。え、あ、リョサナンのチーム勝ちです。では A 番内、羽生さんのチームと梅茶さんのチーム、 A 番内でいきます。で、真ん中の台 C 番内で、モガチームじゃない、嘘でした、リョさんのチーム対トラストチーム、行ってきてください。あ、一試合暇でしょ、拓也さん、ちょっと実況してよ、疲れちゃった。仲間や家族の存在が力を与えるなんてことはないよ。はいはい、逆に聞くけど、君が負けたのはそれらが足りなかったからない。言い訳がましいよね。同キャラカラーが俺が前使ってた色だった時のこの悲しみね。超人気キャラじゃないあれ。そういえば先日ジョニオさんは東京 MX の e スポーツの番組で解説、いつ放送？11月
11月放送映ってるの？多分解説席でジョニオさんが見れるそうです。生でジョニオさんを見たことない方はぜひ東京 MX ですね、まあ、東京の方のみ、東京ってか関東圏、首都圏かのみになるんですけど、放送の方お待ちください。いや、生でジョニオさんを見たいっていう、ね、人もいるかもしれないじゃん、ジョニオファンクラブが。次までダイエット。はい、じゃあ、実況の方ですね、行きましょうか。はい、ポジションキー対ファースト、保健さん対ユーテさんでいうのかな、これは。さあ、自分の爆弾で当たってしまうが、さあ、メテオじゃねえや、ブラックホール利用して攻めていく。下にはオイルがあるのでいっぱい。さあ、オイル完成が面白い滑り方をしている。さあ、飛んできて、はい、呼び出し、はい、呼び出しいたします。モガさんのチーム、モガさんのチーム対するは、ユースケのチーム、こちらな、どこだ、どこでやる、 C 番台、 D 番台か、 D 番台でモガさんのチーム対、ユースケのチームをお願いします。はい、じゃあ実況戻りまして、ブラックホールで座れてくる。ここでフォーチョムキンバスターから、さあ、画面中央バックスで逃げて、互いに体力ほぼ五分。さあ、爆弾はガード間に合って、上からシビが落ちてくる。さあ、吹っ飛んできたところ、ジャンプ配線で立って、さあ、多分バース指のバックダッシュから、さあ、置き攻め、さあ、いっぱい画面が真っ赤か。第2ラウンド、さあ、開幕ダスト、相手はお祈りをしていた。5位からバースト合わせて確定バスト。さあ、ブラックホールが先から今日はよく出ている。レレレで、さあ、遠距離ジャンエスがよく刺さる。さあ、2敗に爆弾当たって、あ、いってらっしゃい。さあ、互いに燃えて6敗当たって、これはいいダメージ。画面端どうやって抜き出す。さあ、足払いで、さあ、手だから 2K、 さあ、爆弾でエースからこれで入れる。もう1回、さあ、残り体力点滅しているポジション機、なんとか捕まえていきたい。だが、しかし保険ファースト近寄らせない。さあ、ダースト機関で打撃抜けて、ここでさあ、何を引く、天使を引いた。まだ生きている、あるぞ。さあ、2杯当たって、でシャガハイまで勝ったのはモトだ。ごめんなさい、さあ、 2K 当てて、2K で助けか、助け当てて、当て投げ、さあ、アイが当たって拍手を知る。バース当たって、さあ、受け身狩りは読んでダウンする。ここは足払いで抜けて、さあ、画面端入れ替わって、ダウンを押すから、ここでもう一回、さあ、今度は何を引く、天使を引いている。さあ、画面に愛されている、エブリーポチモキンバッサーから、さあ、下段通って勝ったのはユーテさんのポチモキン。さあ、本日福岡からお越しの保険ファースト、はるばるようこそ目方までお越しくださいました、ありがとうございます。さあ、ポーションキン対ポーションキン、画面が狭いぞ。第1ラウンド、
あ、ゆうけさん、ゆうけいさんです。はい、じゃあリンゴさん対ゆうけいさん。画面が狭い、黒い、赤黒い、青黒い。さあ、なんかこう画面が目に優しいんだけど、優しいんだけど、ですが、互いに牽制とジャンプを繰り返して削らせない、削らせない。ここで一歩リードするはリンゴ、ポチョムキン。さあ、シャガハイはしっかりホールド。さあ、互いに投げキャラの墓、お互い打撃戦になっている。さあ、ぴょんぴょん跳ねて、あー、歩いたところにポチョムキンマスター刺さって、体力一気に追いつく。さあ、ポチョムキンマスター差し返し。さあ、もう一回ポチョマスですね。一個の選手はリンゴポチョムキン。さあ、いかにポチョムキンマスターを決めてきたのゲームになってまいりましたか。さあ、総裁見てから着地投げ、デコピンでデコピン。さあ、互いに足が出ている、仲が良さそうですか。ジャンプして、さあ、シャガハイ届かない。ここでバースト。さあ、バックスでから互いにまた、さあ、試合の展開になってきている。キンプ当たって、互いに決定打を与えない立ち回り。バックしてから、さあ、お祈りから投げてるのはリンゴポチョムキン。アンヨが届かなくて、さあ、このジリジリした差し合い、やってる当人たちは非常に胃が痛い。ケツが立って、さあ、バックしてバックしてから、さあ、ここでキッキャンポチョバス、体力追いついて、キッキャン投げでガードからお祈りして掴んで、ボーンと追いやっていく。さあ、互いにキキャンして、どうなるこれ。ハンマーからキキャンしてガードが間に合っている。さあ、ここでお祈りになってしまった。これは痛い。さあ、結論を見て、当たらずに透かしポチョバス、これはうまい。最終ラウンド、熱い試合だ。ラスト当たって、さあ、ここでファースト吐いて追い返す。ジャンプでスクラヘ下げて、エースからなんエース立ち合い、互いにエンケルに立ち合いで、さあ、デコピンをデコピンで返してくる。これはうまいぞ。さあ、儀式から、さあ、儀式3回目は通らず。さあ、ポーチョバス組の後ろ目から冷静にこの体力。さあ、バックス3回目にさすがに足回りを差し込まれ、画面端に追いやられてしまう。体力追いついてきた。さあ、ここでまたお祈りになってしまう。今日は天に祈る日が、堀修羅から当たってないね。ポーチョムキンバスター拾い直して、これはまだ残るでしょう。最後どうなる。さあ、タメぶりから透かしてゲーダウンは飛んでいる。さあ、ポーチョムキン同士なので牽制が一発で当たってくる致命傷。ここで空欄来たところ、キンバーサスで体力じゃねえや、ゲージがふんだんになったが、冷静にエース足払いとリンゴポチョムキン止めて勝っていく。外見を真似て私を語るとは、三流の贋作もいいところだ。言っておくが、この外見は圧縮され。さあ、リンゴポチョムキンに対して出てくるは、須藤みやび。さあ、チッポチョ
チップが立ち回りで圧倒していかないと死にます。いきましょう、第1ラウンド。さあ投げ総裁迷彩入って見えないが投げて、さあボトムキンバスターヘル、さあポチバス届かないがアルファで抜けて画面中央を戻していく。さあジャンディ当たってテーダコンから画面端、さあ後ろ前前の中段ガードはできてる。ここでシャガハイ当たって体力追いついていく。さあ今度は後ろです。だがしかしヘブンリーポチョモキンバスターからのドット残って一本選手はリンガポチョモキン。第2ラウンド、さあ KKK 足払い画面端、ポチョモキンバスターが怖いのでなんとかしていきたいが果敢にチップが攻めていく。足払いから直が直が、ここで直がポチョバス、はい今までのコンボは何だったんでしょうか。さあバーストを読んで PPPKKS ハイスラ当たって画面端、さあ前パン当たってここでバースト、フル投げはジャンエスに負けるが状況的には美味しい状況。ボチョバスに合わせてゲーダンは美味しい。ここでボチョムキンバスターからさあ読み合いゴリシューラ、勝ったのはリンゴボチョムキン。自らの流儀に自信。さあここで大将梅茶ジャムを引きずり出していく。さあジャムポチョ、はいジャンハイ引き逃げから走って攻めて、ここで太陽拳ジャンハイから、さあお祈りで激凛を止めていく。画面端前パンは前パンじゃねえや、前ハイはしっかりバックスで避けてからの、さあジャンプダッシュで翻弄していく。ここで様子見ポチョムキンバスター、さあバーストを読んでいる。足払いね、さあその強化した技、さあ屈伸から、さあ冷静にお祈り、先にリーチをかけてくるリンガポチョムキン。第2ラウンド、なんとかウメチャジャム大将を引きずり出したい。だがリンガポチョムキン冷静にガードと攻めを徹底している。ジャンディーガードから投げて画面端、さあこの画面端抜け出せるか、激凛裏当て抜け出して止めて爆臭は止められてしまうが、さあ着地に投げが刺さっていく。さあ相手のぶっ放しも警戒をしているポチョムキン、実に冷静に立ち回ってがここでぶっ放し当たってしまう。さあ溜めた印が燃えている。吹っ飛ばして、あ呼び出しかな、マッチマッチっぽいね。とりあえず行こう。はい、はいはいはい、太郎チーム太郎チーム太郎チーム、うちとです。B バンダイでお願いします。じゃあうちのチームですね、天武さんと里毛さん、天武さん里毛さん、こちらまでお越しください。はい、画面上では元気玉が出ている。じゃあ天武さん、じゃあ太郎さんとじゃんけんお願いします。天武さんじゃねえや、天武さんでいいのか、太郎じゃんけんここ、あ勝った。じゃあ押しの方で、はい画面を見てない間に最終ラウンド、
お祈りから今日は画面を見てお祈りが決まっていく。さあお祈りをするときエキリンだがここで巻き込んでいく。バースト使ってさあいい蹴飛ばし100歩進章100歩進章。さあ建設同時にゲージを貯めていく。さあなんかイグザードらしいジャムの立ち回りですね非常に。さあこういうヒットアンドウェイスタイルが今のジャムなのかもしれないですね。さあ体力リードはジャム溜めて吹っ飛ばして吹っ飛ばして、さあいい立ち回りをしていく。ポチョムキンもなんとか殿下の方とポチョムキンバスターがあるのでここから巻き返したい。バーストできなかった。お前弱いよね。さあ、さあですね、お前鍛え方語りありすぎ。チンジャオロース野菜抜き。羽生さんのファーストが大将出てくるんですね。さあジャムファースト。はい、よ、あ、C 番台 C 番台、ローさんのチーム対ラングさんのチーム C 番台でお願いします。ローさんのチーム対ラングさんのチームですね、よろしくお願いします。さあ画面上ではファースト対ジャムが繰り広げられている。ジャム戦はですね、タッチ系をファースト側はうまく振っていくんですが、そのタッチ系に対する回答がジャム側は前パンなので、それのじゃんけんの試合がポイントになってきます。さあ中段から巻き込んで、さあ派生まで、さあブリッツ見てから元気玉、逆リーチをかけていく梅茶ジャム、バック中から装填ゴーイングにバースターつく。さあ直が投げ、シャガハイジャニーやシャガ系はですね、堅牢を透かせるので結構ジャム戦は有利。さあバックステキ感から立ち系2杯まで、ゴーイングで、さあ圧倒的に体力リードはファウストロマキャンしてバックステップ装填まで。さあ熱い試合最終ラウンドを勝った方が準決勝進出です。刺さってタスケで追い返していく。さあドリル当たってドリルはですね、ジャム側の暴れ強しですね、2S を借りるので美味しいんですが、これも前パンっていう回答方式が回ってるんで、あまり触れません。さあドリルからボーイングは届かなかったが、互いにお見合いしたところ投げ返してダスト見えている。さあ気づけば体力圧倒的にドファーストが KKS 勝ったのは羽生さんのファーストです。ごきげんよう。さあ続きまして A 番台どこにしようね、どこか、はい、羽生さんのチーム連戦でお願いします。対するは亀賀さんのチーム、A 番台でそのまま連戦でお願いします。でチャンピオン VS 今負けてしまった梅茶チームですね、D 番台、D 番台ですね、トラストチームと対戦お願いします。ごきげんよう。で、負けリーグは3決にする感じ
はい、負けリーグ決勝まで行きますと多分 A 番台で3決やってその後決勝って流れですよね。あ、 B 番台使っちゃう OK。 あ、本当だ、時間がもうそろそろ5時じゃん。さあ A 番台が亀子さんのチームは来てる？来てる。じゃあ台決まったらスタートボタンを押して始めてください。保健さんのチームですね。亀子さんとじゃあ羽生さんじゃんけん、あ、いいや、大丈夫ね。はい、早期弾は多分、シークレットガンデだと思います。さあ、準決勝行きましょう。さあ、宝剣ファースト対ジャインイノ。さあ、保健さん商談戦なので頑張ってもらいたい。だがジャインさんが冷たくあしらっていくのか。行きましょう、第1ラウンド。さあ、ファーストイノ強引に当たって画面端。さあ、ちょっと届かないが結果的に美味しい。ここで 2S にバースト合わせて、後ろドアローマンキャンから、さあ中段2回、いやらしい、想定は届きません。さあ、5番からダッシュメッター、一本選手は宝剣ファースト。第2ラウンド、さあ着地に投げている。さあ画面端、なんとか抜け出していきたい。さあ SSSS から装填。さあ出すとキッキャン、これはうまい。はい、俺か。サンキュー。さあ A 問題ですが、加谷さんが割とノリノリで実況してくれたんで、すげえ楽だったんですけど、試合の方に行ってきたんで。さあ先鋒戦勝利したのはファッションには疎いのですが、ランク露出が過ぎる保健さんのファーストですね。さあそして立ちはだかりますのは、亀子さんのメノメです。さあまずは両者球を投げて、球を打ち、物を投げる。そして弾く球は強化ボール。サンソはね、このシューティングモード入られてしまいますとやられ判定が結構デカめなんで引っ掛けやすいんですよね。これがかなり嫌でしょう。さあポンポンポンと決めていきます。サンソはこのしゃがみ歩きでスティンガーエームなどを透かすことができれば、透かしたの確認か2敗3のカウンターヒットを狙うこともできたりします。ここら辺を意識しつつ技を振っていきたい。9敗にはですね、最速で発射した場合は今みたいに暴れちゃうと吹っ飛ばされちゃうので、ガードした後に反撃するのがいいですね。ファーストの場合は 2P とかでもしかしたら9敗に当たらないようにしながら本体に変わることもできるのかもしれません。2敗すらは本当に先に出して置く感じで振って当たればっていう感じですね。あのやられ判定自体すごい、足を上げてるところまでしっかりあるんでね、こういった球とかを透かしながらっていうのは向いてないかもしれません。難しいですね。
まあ面倒くさかったらやっぱハイジャンプしてアイ投げてって感じですかね。そうするとベノモ側は結構ジャンプディとかカーカスとかで上に対して球弾かないといけないんじゃないかなとは思います。さあ行きましょう。カメゴメノム対リンゴポチョーム。さあこちらもポチョムキンが前に出ながら直撃しつつゲージを回収しつつ一発の火力を上げていくって感じでしょうか。おっと B 勝ったのはカローチーム。実況するして、誰だから、え、 B 番内モガさん、モガさん、モガさんのチームやってないよね今ね。モガさんのチーム B 番内で太郎チームとお願いいたします。太郎チーム対モガチーム。はい、確かにこの後ジョニオ夜も実況するんだもんね。これあれ夜わかんない。さあ実況いきましょう。さあどうかな、お腹があんまり減ってないです。行きましょう。さあジョニオさん、ダイエットのためにご飯を抜いてください。さあ前へ当たって、さあドットジャンプ系が当たって一本選手はカメゴメノム。第2ラウンド、さあここ当たって、さあゆっくりのそのそ歩いていく。ゲージが溜まっていく。前派出てる。さあ球が宙に浮いて、その球弾いてシューティングゲームから、さあ2杯が当たって相打ち上等、美味しいダメージ。ダメ端は、さあブリッツ、ブリッツ返しはダメブリッツだった。球が飛んでいく。 2S じゃねえ、インハイから前パン、前ハイ。さあ冷静に冷静にダメージを取らずに立ち回っていくカメゴメノム。リンゴポチョムキン、この冷たい立ち回りにどうやって立ち向かう。立ち向かえなかった。さあ大将ハネラマファースト引きずり出していく。ファーストベノム、伝統的にパワーストがきついです。いきましょう、第1ラウンド。シャガパン演出、開幕はですね、ベノムの 2S にですね、ほぼ選択肢止められてしまいます。いきましょう。後ろドアだった。さあ00走っていく。6回にコパンが刺さって、さあアンヨがちょっと長いぞこのベノム。さあ大きい球は吹っ飛んでった。さあチビと一緒に攻めていく。さあコパン、さあ後ろに微妙にトランポリンあったか、ジャンプ台ですね。ジャンプ台から、さあ下には自分のジャンプ台で天高く舞い上がる。アイが当たって下段通って装填ゴーイング画面端。さあちょっと早かった。6回装填一本接触ハルモファースト。第2ラウンド、エンス00から打ち上げて落とす。さあ2杯当たって、さあエースカウンターから装填、これはうまい。前投げから、さあ裏回りガードしているデッドアングルで、さあダメブリッツ、おいしいダメージが入りまして、さあ瞬間移動、カメゴのペースになってきた。
さあ待ち構えたのはブリッツだが小手当たってさあ危険対応しているここでバースト体力ゴムからエースこの投げて画面端定点は出てるのでガードしてもしまいますよね。私実は眼科もさあ大将戦ですかね、リョさんの回かな。エピソードモードをプレイしてみよう。対処戦ファースト回対側の相打ち上等者が早いが今回マジで強いです。行きましょう。第1ラウンドコパからリッパーで先に画面端に追い詰めていく。さあ空中スタンで相手の牽制刈り取ってここで装填装填者にリリリが当たってバーストしてからさあ羽生さんは非常にシャガパン装填がうまいですね。さあ徳がしてこのシャガハイがファーストがすごく嫌だがしかしバックステから2敗で返すっていう選択肢もあるので一応じゃんけんにはなってるんですね。さあ投げ仕込み TS はしかしてトリキャン低いんです。トリキャン低いとドリルが当たらないっていうこの悲しみが生まれるんです。装填から画面欲しい。さあ体力十分距離を取ってジャイアンス当たってノボキャンフォローしてダーストが当たってハイスラハイスラ一本選手は了解。先にリーチをかける了解。なんとか羽生ファースト1本取り返してゴブリ持ってきたい。シャガハイが強い。ドリル対策はシャガハイでいいんです。ジャンケーからさあダスト当たってハイスラハイスラ KPKKS ハイト。さあこれもいいダメージですね。ジャンエス突っ込んで6ハイにさあメテオが一発だけガードさせることができてきた。シャガハイから装填さあ下にオイルがある。さあ暴れ潰し 2K でドルにバーサス上から行って KKS ハイ。さあ下ではチャーガー K で待っていた。取り返す羽生ファースト。最終ラウンド行きましょう。勝った方が決勝進出です。さあ強化チャージから K で追い返していく。さあエンサーさせて K 爆弾があるのでコンボにはいかず。さあ空内からダスト。これはもう一回画面端歩きないからジャンプ D。 さあこうなってしまうときつい。さあジャンケーが当たって画面中央ラインを押し返している。 2S ハイシャガハイ装填からさあ6当たって装填ゴーイング。ここでバーストたまる。昇竜拳からシャガハイ S ハイ昇竜拳。さあいい勝負。シャガハイゴーイングは届いている。追い打ちでまだ残っている。さあ体力が残っていればなんとかなるかもしれない。空内からさあ置き攻め。ここでキーパースト食らってしまう。勝ったのは羽生ファースト。じゃあもう一つですね、ローさんのチーム、ローさんのチームいいんだよね。やってるか。じゃあ待ちですね。ここは正しき道とは誰か。次決勝戦ですね。今勝った羽生さんのチームはそのまま A バンドの近くに行ってください。今天雷さんとことランジさんとこもやってるんでそこの勝った方のチームと決勝戦を行ってください。解決に見えて実際は枷によって凝縮された姿なのです。それが解かれる前に決着がついてよかった。
ジョネオさんが燃え尽き、なんか真っ白になりかけてるんだけど花粉症なんか花粉か、秋花粉だもんね今ね。呼び出し、呼び出し、まだだね、町だね、酸欠も町です。今買った梅茶さんのチームですね、酸欠を B 番台でやりますので、お待ち、少々お待ちください。この時期ブタクサ、ああまだ抜けられません。ああ、じゃあ本当に秋、うん、秋花粉だね。昨日からだと僕と同じタイプのようだ。ちょうど気温も低くなってきて秋の花が咲き始める頃でしょう。いや、ジャック王を使おう。ジャック王、時期尚早では。そういや来月から全国大会が始まりますね。ジャスティスと融合すれば、あ、どっち、天雷さん勝ち？はい、じゃあ天雷さんのチームそのまま A 番台に移動して決勝戦行きたいと思います。決着がつきます。背徳の炎はいかがしましょう。協力を仰いでくれ。後で僕から説明する。じゃあ羽生さんと、あ、いってらっしゃい。羽生さんと、天雷さんのチーム誰かじゃんけんしてください。おけんさんは夜は出るの？夜、夜はダメか、残念。まあ初ミカード、初めてのミカード、でもない？去年1回だけで。じゃあ初大会なんだね。ああ、初めての大会ですね。いいですね。初めての大会で決勝戦ですね。さあ、そんな福岡勢の保健さん、初めての大会で初中級者大会決勝戦に駒を進めております。さあ決勝戦決まりましたかね、ダイもね。じゃあ今日は何日だ、10月24日、土曜初中級者大会、団体戦決勝戦、始めていきたいと思います。それでは先方座って、スタートボタンを押して始めてください。あ、了解です。C 番台と D 番台、 C 番台 D 番台設定を変えましたので、のじ合いの方をお楽しみください。さあ3決、3決入ります。 B 番台3決、太郎さんのチームと梅茶さんのチーム B 番台で決勝戦お願いします。ん、3決お願いします。梅茶さんが今トイレ行っている。じゃあトイレから戻ってきてから始めてください。さあ行きましょう、第1ラウンド。さあベルベットカラーのエルフェルトが福岡から来た保健さんに婚活を迫っていく。ベルベット、なんか赤っぽいようなベルベットのような感じの、なんかベルベット生地のような、なんかそんな感じのやつ。でもこのカラー非常に可愛いですね。さあ銃を乱射して画面端、パイン投げて画面端継続していく。さあこれはうまい、ラストキアが光っていきますね。はい、須藤宮部さん、須藤宮部さん、はい、試合ですね、お越しください。さあ画面に戻りまして、画面端ラストからこう後ろ爆弾は見えていた。さあ、エース逆投げ、非常にうまい。
さあ第2ラウンド、エースからデレレキャンディー降りてエルフェルトも地上戦を迫っていく。あのスライディングですね、レレレなどなど回避できるので非常にファースト側からしてみたらやらしいんです。しっかりキャラ対策をして攻めていくエルフェルト、カラスピンさんのエルフェルトですかね。さあダッシュメタからエース、さあ画面端継続している、これダウンバースト。さあエルフェルトの爆発力ならここから取り返せる。6敗ダッシュはしっかり投げ返し、さあファースト限定痛いです。テーダはガードしてゲーダーが通ってしまう。さあ魔法の金エスから打ち落としてダースト当たってハイスラハイスラ KBKKS。 さあ打撃無敵が光っていく。今朝も至れば神聖なり、私が未だ飲み込む。さあこれで3対3になりました。 Here comes the Daredevil。 さあ保険ファーストに対して出てくるは G4 トリッポイノさんのラムレザル。さあバレンタイン姉妹が福岡から来た資格に挑んでいく。行きましょう第一ラウンド。さあ助けて開幕吹っ飛ばしていく。だがラブレザルも画面端に追い込んでここでバースト。さあ 2K が通って、さあマイパーだって KKS ハイスラ、ここで剣が設置しちゃった。さあ互いに体力は五分といったところ、手だ通して、さあ剣で愛を刈り取っていく。これはうまい、装填届いて、さあバーストを読んでフォルトを張っていたか。さあこれ爆弾は当たらないが、さあ繋がっていないが問題ない。 KKKS ここで S にバースト合わせて、さあ触りに行くのはトリッポイのラムレタル。第2ラウンド走って、さあ爆弾絡めていいダメージ。さあエース装填が光る。さあエースはい突っ込んで足場で当たらないが体力大幅リード。さあ爆弾じゃねえや、ハンマーまで当たって上から降ってきて 2K 当たって顔からピヨってしまった。1本取り返す保険ファースト。最終ラウンド、さあ開幕ダストダウル読み、かっこよすぎる。さあ金棒ガードしている。さあドリキャンミスをしてしまうが、ここはトリポイのラムレザル救われた形か。ダッシュメンタここでメンタにバースト合わせて、ここからどう取り返していく。アイスラから装填、さあ上から降ってくるんです。さあ上から降ってきたところ剣が置いてあった。さあもう店員は食らわないだと、画面端に追い込んでいくトリポイの。さあ置き攻め1回通したい。さあ無情にお互い暴れて、さあバースト使う隙間がなかった。勝ったのはトリッポイのラムレザル。見られたくないからじゃない、見せたくないからじゃない。 Here comes the Daredevil。さあ G4 のリンゴポチョモキンを引きずり出していく。
通りさんが上手くなったって通り上手くなったっていう微妙になってますね。それ面白いです。いきましょう、第1ラウンド G4 戦ですね。ただ、トリップ M さんの地方のチームは4人チームなので、中堅じゃねえや、副将がいます。5番から画面端、あっという間に体力の7割を持っていく交渉金。さあ銀 CQ は届かないが、手こびって張り返して直下から下段通って、ここからラムネットのターン始まるか。さあ中段もしっかりガード、剣で使いませんが、ここでタッチ系一本選手はリンゴポチョムキン。第2ラウンド、歩いてゲージを食べながら、ただしかし後ろからくるくる回る剣が迫ってくる。さあ剣をかいぶぐってポチョムキンは攻めていきたい。ラブレザルはこの剣を使いながら、ポチョムキンの硬い硬い体力を削り取っていきたい。ラムレザルの剣ですね、飛び道具判定ですね、デコピンで一応返すはしますね、確か。さあ近寄ってきた、近寄ってきた、ラムレザル逃げられるか。フォアキャンから6敗で勝ったのはリング保証金。さあ中堅天雷のを引き出していく。中堅じゃねえや、副将だね。ここで副将、中堅副将戦。イノコチョ。いのことですね。行きましょう、負傷中堅戦第1ラウンド。先にダメージを取っていくのはリング保証金だが、天雷の中段通してボレ先にバーストを使わせる。さあホーバーで、ホーバーでこれだけホーバーを繰り返されるとスラヘが打ちにくい。さあいやらしい天雷ステップ、低い空だけ上手すぎる。さあ儀式からトリッシュ、儀式トリッシュ。さあ下段カードして画面端継続していく天雷の。さあダウンを取って、さあここは消毒はダウンを選択したが、大き攻めで一本選手は天雷の。第2ラウンドバックスでジャンプ系を回避して、さあバースト寄ってるが、ここでタッチパンタイク落として、歩いてゲージ溜めている。さあ天雷のお前前に出すぎだと、ここでポーションキンバッサー、体力一気に奪っていく。空投げ、低空投げがうますぎる。さあ限界にはヘブに出返して一本取り返すリーのポーションキン。第3ラウンド敗北で近寄ってくる。さあゲージを互いにいっぱい溜めて、画面端で攻めていくのはデルライの。下段カードして、さあガードは硬い、だがこれ空振りしろ。中段はしっかり立っている、立っている。
さあ立てる、さあ立てる、必要の集団、さあお前ふさげすぎだと、投げて、だが表投げて、さあそこガードして、ゲージが 50% あるのでポーチョムキンが置き攻めしにくい。さあここでローマキャンから間に合っていた。削り切った。先に大将を引きずり出していく天雷の。晴れのマファースト、ここは相手大将を引きずり出せるか。さあここまで晴れのマファーストを土つかずの全勝ですね。天雷の画面端にファーストを引きずり下ろしていきたい。ファースト戦は二の顔がどうにかして効果して、これはうまいバース読んでいる。大木から、さあ2敗に中段ガードして、消毒からダブルアップだ。さあトリプルアップはさすがに許さなかった。トリキャンがうまい、装填ゴーイング、ダウンを取れない。ダッシュ前パンから、さあトランボリンで上に飛んでいくが、ここで直側向け投げに切り替えてった。リーチをかける天雷の表現当たって、さあ羽のファースト、この井戸の猛攻を止めて、ここでメテオ回避も兼ねたバースト使ってたが、しかし下で奥が持っていた、削られていく、黙っていても削られていく。当たって上上げて落として、体力圧倒的にリード、羽のファースト、ジャンプ当たってピヨってしまう、一歩を取り返す。第3ラウンド、さあ最初は互いに様子見から慎重に立ち回っていく。さあ大空ハンマーピヨリーチ、さあ時間をかけてこの季節を解消していきたい。さあ前パンから KK、 さあ K が届かなかった、そろそろアピールぞ。さあダウンが取れていないので、はい KS、 ハイスラピヨって、さあ前ハイロボキャンでバースト対策までして、大将を引きずり出す羽根沼ファースト、勝った方が優勝です。さあロースレイヤー、互いにギルティ学生勢の集い、さあトライブ内に格付けいきましょう。第1ラウンド助けて吹っ飛ばしていく、まあ、これ突っ込んでいく、直後からタチキエはガクハン、オイスと打ち上げてゲージも回収していく。さあマッパマッパ、 S ハイ S ファイト、さあ TKS ハイスラー、体力は若干ファースト有利。さあこれはうまい、ブリッツからタイムブリッツで、さあ無敵マッパ、さあタッチキータには 2K でこかしていく、装填から、さあこの状況 KB が届かない。さあ互いに帰還してシャガハイでリーチをかけていく羽生ファースト、ロースレイヤーここは取り返していきたいところ、吹っ飛ばして前パンで、前パンでタッチキータ勝っていきたい、前パン助け勝って吹っ飛ばして
届かないがいいダメージ。さあ投げて、清水がいたから起きてはいけないが投げている。さあロースレイヤーのペースになってきたぞ。足まで届かない。6回装填からデッドオンはガード間に合う。びっくりした。6杯からさあダストをガードしている。エースから装填、ここでバーストを使っていく。ここで自分の愛が自分に返ってきた。最終ラウンドどっちが勝つ。チビに助けられて6杯装填、3割ゲットから、さあ立ち系機関から 2K 下段が飛んでくる。中段ガードして画面端、さあメテを食らってしまうが、ここでハンマーが当たってレレレまで繋がっている。エースからさあ金エースが直下投げ、おいしい。ロースレイヤーなんとかここはしのぎ切ることができるか。前番が背中で当たる。どういう判定している。さあ前パンはエースで、さあ装填、あ削られた。あこれはジャンプリーが届かなかった。勝ったのはハレナファースト、優勝はハレナファースト、保険ファーストリンゴポチョムキンのチームです。おめでとうございます。大会初参加の初優勝、生物学的には人間と大差ないですから、保険さん優勝してきました。はい、ね、テムがいい試合でしたね。よかったです。はい、じゃあですね、とりあえず7時からだっけ、夜の部はエントリー開始、夜の部は19時になっております。この後ですね、ご飯食べてきてまた大会出てもよし、の試合ですね。いつの間にかの試合台が全て待っている。15セットあるはずなのね。どういうことだ。実際は枷によって凝縮された姿なのです。それが解かれる前に決着がついてうまく締めといて。はい、じゃあですね、どう締めましょう。はい、何名ぐらい参加したのかな今日は。多分1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、まあ30人、40人ぐらいいますかね。まあ40人としてくれましょう。初中期合わせ40人の参加の皆様ありがとうございました。ですね、まあ火曜、水曜、木曜と大会の方をやっておりますので、またね、遊びに来て、大会とのじゃいの方を楽しんでください。きっとですね、ミカマスっていうか、なんか大きい大会あったっけ。大きい大会って予定されてたっけ、ミカド。わからない、まだ考えてない。まあそのうちまた大きい大会あるでしょう。その時はですね、遠征の方も含めて皆さんお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは、中級者大会ですね、とりあえずこれで終了いたします。ありがとうございました。サンキューありがとう。では、それぞれ大会で使いました筐体ですね、野次台台へと変更いたしました。この後行われます、固定スリーオフリー大会は、俺が休憩でちょっとご飯食べてくるんで、それが終わって、戻ってから、そうですね、早くて19時エントリー開始みたいな感じになっておりますのでよろしくお願いいたします。A バンドやべえな、放送だな、放送が。須藤さんすぐね、負けたらキャラのせいにするから、ですぐ、いや俺ギルティやる気ないしやめるわって。どうせすぐお前地方でそんな人があんまいねえのにそういうことばっかり言って迷惑かけてんだろお前。で勝った時だけ調子よくて最近いいなって、負けた瞬間お有名人がなんか自虐したろ、俺も自虐したろみたいな、そういう感じだろお前。うるせえ、こっち来んじゃねえお前、頑張れ、お前の話は何も聞かん。今ねちょっとさっきの3位決定戦、須藤さんちょっとだけ活躍して調子乗ってるから、須藤さんマイピー投げ仕込み食らった瞬間に多分切れ始める。多分マジ KSG さんのマイピー投げ仕込みマジ何考えてるか分かんねえっつって、
さっきしかも3位決定戦で寿司すき焼き万歳2回言ってましたからね、こいつ甘えん坊ですよ。あ、そろそろレバーが悪いって言い出す頃ですよ、画面端。あ、レバー悪い、レバー悪い、あー勝利出なかった、レバー悪い、ぐる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 ですね。お前それ向こうでもやってんだろう。やばいぞ、マジで、やばいぞ、やばいぞ、ベータ出た、ベータの感触を確かめていて、少々はできる、張り付けない。さあそろそろ首をかしげるか、何落として、お、出てるの KKSα、 おいおい、何やってる、あかん、ベータ打ってる、甘えからのどうする、万歳しちゃう、はい、刻む刻む、ジャンピーアルファある、何でした、ジャンピーか、本日はですね、固定 3-on-3 大会が19時から行われるんですが、ヤクルト対ソフトバンクの日本シリーズも同時に行われますので、皆さんそちらの応援もヤクルトスワローズの応援もよろしくお願いいたします。テンション上がってきた。俺も大会運営と同時にヤフーの一級速報、そして東京ヤクルトスワローズの公式ホームページを、別のタブで開いて、チェックしております。だけどね、しょうがない、あの最近あの広島に住んでた友人が広島ファンだったんだけど、福岡の方に転勤したらソフトバンクファンになってたんで、あのやっぱ地元のチームを応援するってのはいいですよね。石川はそこはなんかね、やっぱねラッキーですけど、やっぱ最大戦力で戦って勝ちたいってのがあるよね。いれば、あれがいればみたいに言われるのはあんま嫌なんで、まあ今日しょうがないですね。お、甘えて、どうせ出し投げる出してくるよ、マイケーとか。あー、普通に来ました。わかる、須藤さんね、勝つとね、すぐね、ツイッターで自虐するって、しかもあのね、見た目でしょ、怖いもんね。怖い、怖い、怖い、めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。いや、そんなことないよ、ま、あ、マイク入ってた。あのね、お前、グラスアン外せよ、怖えよ。話し合う気ないだろお前、そのグラさん。あ、これやばい、これ須藤さん、あのパイを食らった瞬間に顔ばっかりになるから見といた方がいい。さあ冷静でいられるか、その久しぶりの岩手からの、結婚式でねということで、せっかくだから実況してあげようかなと思ったんですが、ひどくないと怒られたんで、ちょっとね少し冷静に試合の方を見ていきたいと思いますが、そろそろ何か当たって噴火するんじゃないかなと。あー、できる、拾い直せ、おい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 、ちょっと拾い直してくれよ。あー、やばいやばいやばい、あー、おー、怒ってるぞ怒ってる、あー、怒ってる怒ってる、さっきからその2系は何なんだ。おおお、そろそろ話に当たって切れるすごさが見たいですね。あー、暴れん坊将軍だよ、まず。
スノーさんからしたらあんま面白くないですね。なんかもうご飯行こうかなみたいな気になりますね。ねえ、せっかくあの休憩ちょっと待って見てるのに早く復活しねえかな。来た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 、はい来たよ。暴れる暴れる暴れる、アルファアルファ暴れるぞ。あー我慢、あ、ちょっと珍しく、あれシュッ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 シ、勝利がコパンコするから、おーあと投げれば、ねー、ダメ、うっしゃダマジ、シュ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 、おっと投げて貼り付けない、ブリッツが出ない、あーやっぱやばい、おおおおニンニン、おどうする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 、あー甘えましたね、あー焦ってる焦ってる、またまた、あーそういうことして、何の竹やねんそれお前、ああ、うっ、うっ、生きてる生きてる生きてる、バンキバンキほらバンキほら、なんだよマジ、ちゃんとやれよ、そのちゃんと投票会場に来いよ、チェッチェッ、ウィン、みんなお前ソノさんに遠慮してんだよ、せっかく来たから1回ぐらい負けたろかって勝ちシーンを、ね、残してやろうと。あけどソノさんギルティやってないって言ったレベルは結構動けますね。あー目いきました、これかなり熱いカードで、いや対空落ちねーって切れる須藤さんが見れる貴重なシーンとなります。スタンプに前 P、 ジャンプエースに前 P、 落ちないんですけどつって切れるところもワンセットです。注目して見ていきましょう。あ切れてる切れてる、そろそろ事故が見たいですね。あそろそろふつふつと温度が上がってきて沸騰寸前までそんなところまで行く、ね、ベータ打てないって切れる瞬間が見たいです。おおおお決める、できる、おできてますね。でブリックされてふざけんなよって、ね、切れるところを見たいですね。おわ投げられる投げられる、よしよしよし、いけ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 、あーデータデータ、なんだお前それ俺怒っちゃったよ。あー今当たってようが当たってまいが万歳してましたよ。ヒットタクシーじゃもう甘え万歳です、ね、あそろそろ怒るか、ダメにしよう。あーデータ打っていく、違うほらビビってる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 、来るぞメーター、アルファかー、おいぞー、お気合いしない、把握しない、ラースト、ほらラースト、ほらラスト来い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 、ラスト来い、あーメーター打ちますね。おあー出してない、レバーの調子が悪いか、そして新機能から消えて万歳するぞ万歳するぞ、新機能か限度か、好きなのやれよ。おベータで出ませんソドさんといえばね、メンテしたてのレバーにも文句言う、あの豪傑な性格で有名ですから、ね、あ、ほんまかよ
まあ、だけど久しぶりに、ね、元気そうな姿見えたんでよかったですよ。ツイッターもなんかネガティブ芸人みたいになってたから。そうネガティブ芸人さ、たまに筋肉、たまにスポーツ、たまに俺このカレー3杯食えるぜの。あ、よっしゃー来たぞあー新キロ、あーどうする、メータ、あーちょっと強くないですかこれ。うん、遠慮してますね。ちょっと枠ちょっと遅めに回そうみたいな。突撃投げ、よいしょ、お、ちょっと調子に乗ってきた頃ですね。調子、あ、何してんの、おガード、あースパフォーと感じ、ういってなんか事故んないかな。いいよ、はい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 、電話車頑張って、ほらさあ、いいシューラウンド、あーこれは甘えん坊限度起きますよね。そうなんだろう、あ、しかし上がっている、見えない見えねえ、マジで見えねえ、あ、あ来た、ほらしかしコンボできない、見えないとコンボできんか、頑張り、はいはい、お、来た、接点は、おっと、ここ惜しい、目は意味をなくす、万歳する、おぉ、新キロ、どうした、どうしたんだお前、よし、そしてあーメーパーか、もう一回ベータ来そうか、ヒールキャンセルから、よし来た、これ死んだよこれいいチップだったよスノー君、向こう行ってから頑張ってたみたいだね、いいヘリっぷりだお前そのグラサー外せよ、マジ怖えから、外しても怖えから困るわな、うん、まだグラサンしてた方が怖くない、まだある、いや、肩のない愛情表現けど元気そうでよかったよ、ギルド楽しい、やれるよ楽しい、さっき怒ったところあった、怒りのポイントあった、これは許せねえの、うっさいよお前、ロースレイヤーのパイルバンカーの切れてたでしょ、いいよ切れていいよ、あジャム使ってたら怖っあーなるほどね、何岩手はどこでゲームやってんの、あ盛岡、あ聞いたことあるな、結構人いんの、あそんなに、あやっぱ車使わないと集まれないと、大変だな、ヒロシ、いやお前グラサンかけてゲームしてるから、ね、怖えよ、ヒロシだって自分の命が一番大事だから、俺須藤さんと知り合いじゃなかったら話しかけないから、ね、いいセンスだ、嘘マジで、なんかしたんじゃないの、チャンみたいな、チャンみたいな、まあ頑張ってくれ、まあ、こっちにいる間はあと1日ぐらいかな、
A 問題で勇士を残しておくといいよ。チュッペの死に罠を。それほんとごついな、お前怖すぎだろ。怖っ。いや、痩せたとかじゃないよな。なんか一言ある？まあ社会だけど、仙台で対戦相手募集中らしいんでね、仙台のちょっと顔怖いけど、ね、ソドさんのチュップをしょらせたいという方はぜひ、岩手のゲーさんに行ってくださいということです。岩手ちょっと人少ないんでみんな来てください。あ、今日大会やってたって。普段もグラさんなの？だってグラさんしてたら話しかけらんねえよ。はい、というわけで岩手の方に初中級のヤバいやつが一人今いるんで投げられたくないです。だって怖っ。そんな感じでよろしくお願いいたします。優しくねえよ、お前。向こうのゲーセン行ったら文句ばっかり言ってるだろうと。そうや、本当に。あー怖っ、近寄らんとこ。見かけたら遠くで応援するって。飯行くかな。リンゴとさーん、あと勝ち。Here comes the Daredevil!
Who dares to enter the melee? Johnny Ship 2. Johnny versus Man. Get ready to roll. Heaven or Hell. Duel. Duel. One. One. Let's rock. Duel 3 3 keep on rocking.